好きなイラストや文字を参考にして10分ぐらいで版画の下絵を描きましょう。まず参考になるイラストなどを用意して構図にしたい範囲を囲みます。縦長でも横長でも構いません。ウサギの全身ではなく特徴的な部分を囲むと大きく見える構図になります。囲った部分を参考にしながらはがきサイズの枠からはみ出るように大きく輪郭を描きます。次に2023年の年賀状だとわかるように文字を書きましょう。文字ができたらその周りに自由に模様を書いていきます。これで版画の下絵ができました。版画にするとこうなります。こちらは後から模様を足したものです。縦書きの構図にする場合も同じように書きましょう。文字や模様も参考になるイラストなどを用意しておくと作業が早く進みます。自分の好きなイラストや文字を参考にしてオリジナル年賀状を作りましょう。